アンコンシャス・バイアス・マネジメント最高のリーダーは自分を信じない森屋智鷹歓喜出版アンコンシャス・バイアス無意識の偏見無意識の思い込み無意識の偏ったものの見方日本では2013年頃からビジネス雑誌や新聞テレビでも取り上げられるようになってきた Google がアンコンシャスバイアスと名付けた社員教育活動を始めたことで一躍有名になった言葉でもある。なぜ今注目されているのか。最大の理由は組織の発展において多様性が重要になってきているからだ。確一的なマネジメントでは一人一人が生き生きと活躍することはできない。様々なものの見方や考え方、多様な価値観を歓迎しない組織では 新たな発想が生まれず、イノベーションが起きにくい。ダイバーシティインクルージョンの時代、根拠のない思い込みが人間関係を悪化させたり、チームワークを阻害するなど、人や組織の成長機会を奪っている。まずは、経営者や管理職をはじめとするリーダーから、自分自身の無意識の思い込みや、無意識の偏ったものの見方に気づき、意識して対処する。たったそれだけで、 組織の未来はは劇的に変わる。はじめにリーダーがメンバーに対して彼女は2歳の子供がいるから泊りがけの出張は無理だな。彼は売れていないから何をやらせてもダメに決まっているプライベートを優先するタイプだから昇格が数年遅れても問題ないだろう。 とといいったことを勝手に決めつけている場合があるリーダーが自分自身に向けて「私はこんなに頑張っているのに」「優秀な部下がいないから業績がいまいち」「この事業をここまで大きくしてきたのに評価されないのはおかしい」「まだ部長になったばかりだからあの大役は私には無理だ」といったことを勝手に思い込んでいることがある」「リーダーが無意識の思い込み」 イコール、アンコンシャスバイアスにとらわれてしまった結果、チームで何が起きているかご存知でしょうか。リーダーがメンバーの社歴や性別などで能力を決めつけてしまうことで、同じようなレベルの仕事しか任せることができず、メンバーの成長機会が失われていく。結果として、組織としての成長がストップし、業績が上がらない。リーダーの思い込みによる評価で、メンバーのモチベーションが下がっていく。 適正な評価が行われないことで前向きになれずやりがいを失い新たな仕事に挑戦しようと思わなくなってしまう。リーダーの自己防衛心でメンバーとの信頼関係が失われチーム内の心理的安全性が保たれない。互いに言いたいことが言えずチームとしての一体感が失われ組織が一丸となって取り組むことができなくなってしまう。このようにアンコンシャスバイアスは メンバーとの関係性、チーム運営、そして成果に大きな影響を及ぼしています。リーダーは自分にアンコンシャスバイアスがあることを認識し、自分の確信を疑うことが大切です。最高のリーダーは自分を信じない。最高のリーダーは自分の確信を疑う。最高のリーダーは誰にでもアンコンシャスバイアスがあることを知っている。これって私のアンコンシャスバイアス 常にこの言葉を合言葉として意識しているリーダーとそうでないリーダーとではメンバーの成長曲線、チームの雰囲気、組織の成果、業績に大きな差が生まれます。リーダーが身につけておきたい必須知識として注目を浴びているアンコンシャスバイアス。昨今、大手企業をはじめ医療法人、学校法人、NPO、NGO、自治体などからの研修や講演の需要が 急速に増えています本書ではアンコンシャスバイアスについて知るチャプター0端末付録気づくチャプター12対処するチャプター34というステップでお伝えしていきますまずは誰にでもあるアンコンシャスバイアスとは何から見ていきましょう2019年5月森谷智貴。 チャプターゼロ職場にあふれているアンコンシャスバイアスの正体アンコンシャスバイアスって何日常の至る所で起きている無意識の思い込みメンバーにとってよかれと思ってやったことなのに裏目に出たそんなつもりは全くなかったのに メンバーを傷つけてしまったこんな経験ありませんか理由は実はとてもシンプルですそれはあなたとメンバーとの解釈にズレが生まれてしまったから解釈のズレが相手の不快感情を生むと人や組織に大きな影響を与えます原因はそれぞれが無意識のうちに偏ったものの見方をしてしまっていることによるものですこれをアンコンシャスバイアスと言います 日頃次のようなことはありませんか血液型で性格を想像してしまう出身地でお酒が強い人かどうかを想像することがある今時の若者はと思うことがある男のくせにや女のくせにと思うことがある 親が単身赴任中ですと聞くと父親が単身赴任中だと思う普通は〇〇だ大抵〇〇だという言葉を使うことがある職場で次のようなことはありませんかついついこれまでのやり方や前例に固執してしまう 何をするにしても、相手との上下関係を意識してしまう。評価が怖くて、役員や上司には率直に意見を言えないことがある。きっと、自分の意見は受け入れてもらえないと思い、遠慮してしまうことがある。上司にはとりあえず、できます、と言ってしまう。 世代や出身地などで相手を見てしまうことがある。他部署の仕事のやり方はおかしいと感じる。イコール、自分たちは正しい。中途入社の人は、なんでこうも考え方が違うんだろうとイライラしてしまう。ここまではわかっているはずだと思いながら、プロジェクトを進めてしまう。 事事務的な仕事はつい女性に依頼してしまっている。そしてリーダーのあなたにこのようなことはないでしょうか振り返ってみると長期大型案件は男性ばかりをアサインしていた女性との仕事は何かにつけてセクハラと言われそうで面倒だと思うことがある。 女性はすぐ泣くよく泣くと思ってしまいいろいろな面で注意しづらい小さな子供がいる女性社員には出張を伴う案件はアサインしづらい育休取得や時短勤務を選択する男性社員は昇格欲が低いと思ってしまうプライベートを優先する社員は 昇格に興味がないと思ってしまう実はこれらすべてがアンコンシャスバイアスに影響を受けてのこと無意識の偏見無意識の思い込み無意識の偏ったものの見方などなどさまざまな言葉で表現されているアンコンシャスバイアスは私たちの日常の中にあふれています。 なぜ人は無意識のの思い込みをしてしてまうのか自己防衛心から来る心理が生み出すアンコンシャスバイアスの正体は自己防衛心です脳がストレスを回避するために脳が無意識のうちに自分にとって都合のよい解釈をすることによって起きています自分は正しい自分は悪くない自分のことをよく見せたい このような自己防衛心による言動は自然の摂理であり誰にでもあるものですだからアンコンシャスバイアスがあること自体は問題ではありません問題は自分のアンコンシャスバイアスに気づこうとしないことです大切なのは誰にでもアンコンシャスバイアスはあるということを知るそしてリーダー自らがそのことを認識しまずは自分自身の思い込みに気づき対処する それだけで確実にメンバーとのコミュニケーションが大きく変わります。そこで成果を高め持続的に成長を続ける組織になるために一人一人がそれぞれに活躍できる組織を作るリーダーとなるためにこうした目的からアンコンシャスバイアス研修を導入する企業や自治体が増えているのです。